デュエルマスターズグレイトミラクル7パック開封していきましょう。山田電機さんの方で売れ残ってましたね、確か。あ、違う、ゲオで売れ残ってたやつです。エピソード2ですね。じゃあ開封していきましょう。狙えビクトリーですね。懐かしい。ノブメン。ダッシュリピート。ニャンコハンド。ランチュー。スパイラル。やっぱまだカッタが小学生なんで、小学生っぽいです。絵柄も。まだこの頃はちょうど小学生でしたのでね。アクアスタディ、ウツボカズラ、鬼戸月、ふわっと、シウバ。で、戦いの神器、ドルルフィン、アクアスタディ、逆転プリンセス、プリン、パンダッコパンダ、はい、玉男、ドスコイ、普通のレアのモードチェンジ、モエル、微妙でしたね。ミサイルバースト G、 薄笑い、ネーミングセンスがいいな、薄笑い。ノーメン、ピクシーライフ、へえ、結構いいじゃん。シザーハンズ、ビッグパンダディ。え？ビッグパンダディ？ミックダディじゃなくてビッグダディ。すいません、銀玉のネタですね。はい、ビッグダディ。クイックスパーク。かばやきジャイアント。おねんびいいですね。ラスト。ビクトリー来い。今回レアなしでした。これちょうど安かったんで、売れ残りパックだったんで、こんなこったろうとは思いましたけどね。まあ良かったです、買っといて。いろいろ面白いカードも見れたし。なんかこれとかね。あ、唯一モードチェンジぐらいでしたね。モードチェンジはでもこれで紹介する意味がないので。はい。あれ？そうだな、モードチェンジの時代だ。ご視聴ありがとうございました。